ダブルゼータガンダムにファンネルつけなかったのなんで？に対する反応集をお送りします。最先端の技術を駆使して開発するのがコンセプトなら絶対に入るはずじゃね。ダブルゼータのコンセプトはタイモビルスーツ戦じゃなくて大量駆逐と拠点攻略だから。ダブルゼータにファンネルついてたら最終決戦でハマーン様のキュベレイがゴミになるよね。ガクのビームがずるいからファンネルはなしでおなしゃす。サイコミュ技術で遅れを取ってたアナハイム製だからだろ。あの時代は連邦やアナハイムにファンネル関係のノウハウないぞ。ガンダムマーク5作った博士がネオジオンに亡命したのは連邦にサイコミュ関連の技術なかったからだし。突っ込んで火砲ぶち込んで帰るだけの機体だからいらんよね。積むならもっとミサイルなり積んでる。ただでさえ複雑な機構なのにファンネルなんて積んだらアストナージさんが過労死する。あれのコンセプトって初代 G プラスアーマーを短期で再現やろ？いらんな、うん。てか、結果的にニュータイプの受動が登場したってだけで、ダブルゼータに誰が登場するかわからないのにニュータイプや強化人間しかまともに運用できない武器なんかつまんでしょ。ニューガンダムはアムロ専用で設計されてるからファンネル対応機であってそういうパイロット用として作られていないダブルゼータでは、ファンネル対応にしても使われないまま終わる可能性の方が高いだけだからな。ダブルゼータってまともに操縦できたの受動くらいのピーキーな機体なんだよな。そこそこのパイロットのルーでさえ後方支援機的な立ち回りしかできてないし、プルやビーチャは機体に振り回されてたくらいだし、搭乗者はカミーユやクワトロあたりを想定して設計してたんじゃねえの？あの時代はまだキュベレイ型のファンネルしかない。だからダブルゼータにつけたらおかしいでしょ。そもそもアナハイムエレクトロニクス社の機体でファンネル積んだのって、第一次ネオジオン構想後から第二次ネオジオン構想の間に作られたギラ動画サイコミュ試験型やヤクト動画だからな。単純にファンネルやサイコミュ系の技術でネオジオンに遅れを取ってただけでしょ。だいたいファンネルは当時ネオジオンでも最先端の軍事技術だぞ。それをどうして相手側がすぐ真似できると思ってんだよ。最初のファンネル搭載機キュベレイとダブルゼータとでは数ヶ月しか差がないっての。考えたことなかったけどゼータにファンネルを追加装備してたらそしてそれをカミーユに使わせたらものすごくかっこいいことになってそうだな。デカ重火力プラス変形プラス分離プラス合体ってコンセプトのダブルゼータにさらにファンネル装備させようとか、かなり詰め込みすぎなんだよね。まあ重火力プラス変形プラス分離プラス合体高機動プラスインコムを詰め込んだ XS があの当時のアナハイムの限界だろ。搭載しても受動に使えたかわからんやろ。受動がファンネル使えたら無敵すぎちゃうだろ。欠点のない主人公だし。アナハイムがファンネルの技術持っていないのとは別にダブルゼータはカミーユ想定してニュータイプ用に作ってたんじゃね？ダブルゼータの設定、見た本でゼータと並行の計画だったりゼータ完成後の発展だったりすんだけどちゃんとした設定だとどうなんだ？確か一応は NT の登場を想定していたはず。ただ、だからってニュータイプ以外も乗る可能性もあるわけだし。技術があったとしてもパイロットの一部しか使えないファンネルは積みはしないでしょ。そもそも、ダブルゼータのコンセプトの大火力に合ってないし。別にどうでもいい合体機能なんかつけたせいで予算が溶けましたみたいな。ダブルゼータ自体は多角攻撃用ではなくサイコミュ積んだニュータイプ専用機を相手取るための機体。インコムのような疑似サイコミュ系の技術よりも機体操作に特化したバイオセンサーと全身に30機以上のスラスターを搭載して、オールレンジ攻撃をかいくぐれる運動性と高出力ビーム兵器でアイフィールド持ちの機体への打撃力を重視したと思われる。ダブルゼータの設計コンセプトはガンダムの汎用性プラス G アーマーの火力機動性を合わせ持った機体で、要約するとその時点での最大火力最大機動力を目指した機体。当時モビルスーツの進化の方向性がそっち方面だったのでその頂点を目指して作られた。だから基本的に何か明確な想定敵がいたってわけではない。オールレンジ攻撃機自体キュベレイ登場まではエルメスしかいなかったし、連邦所属のサイコガンダムを想定的に設定する必要もないというかサイコの存在自体開発当時は知らないと思う。最強のガンダムを目指して作った結果、たまたま一機当選のネオジオン製サイコミュ搭載機と渡り合えたってのが正しいと思う。ファンネル兵器自体が少数で多数を相手取るために有効な兵器であって、万人向けのものじゃないし、基本性能に割り振ったエースの乗った高級機と万人向けのコスパに優れたと優秀な普及機のセット運用で数で押すってのが成功法だからな。ダブルゼータはネオジオン構想が始まってから作り始めたんじゃなく、ゼータの完成直後あたりから制作が始まって、グリプス最終戦に間に合わせようと突貫で作業が行われたが、
ハイメガ砲や複雑な変形合体システムのせいで結局制作が間に合わなかった。テレビ初出の時ですら調整が不十分で15分全力で戦ったらガス欠を起こすような問題を抱えていたが、タイネオジオンの先兵たるアーガマ隊に無理やりにでも配備したかったので、グリプス戦終了後に他陣営から吸収した技術を搭載できるタイミングではなかったんだよ。キュベレイこそ大パーツだしな、あの機体規模でフルスペックのサイコミュ搭載、機体のありとあらゆる箇所がサイコミュのためのデバイス。指先にまでサイコミュデバイス詰め込んでる、もうモビルスーツの形してるだけのサイコミュそのものという無茶苦茶な設計。その代わりモビルスーツ本体のスペック性能はムラサイにすら劣ってる始末、ファンネルを除けば見るべきところが何もない低性能モビルスーツでしかない。仮に技術的にやれなくはなかったとしても、肝心のコキビットファンネルをどこにつけるかという問題もありますしね。頭頂高19メートル弱ギリッギリのサイズに、あれだけの機能を収めた結果、加速力つけるためのバックパックは補助武装込みですでにとんでもないデカさになってしまい、この上サイコミュ的装置で遠隔操作するデバイスをつけたらさらなる重量増大型化肥大化わっし。反応炉内蔵のビットアナハイムエレクトロニクスの技術じゃゼータか S のスネ用反応炉が限度？いや、チャージ用コンテナが必須のファンネルは、予備やフォーメーション運用まで考えて複数装着するなら相応の大きさになっちゃうはずです。いくら最先端とはいえ、アクシズや連邦軍入タイプ圏の先端技術を後追いの泥縄で丸が替えするのは、ダブルゼータガンダムというモビルスーツのバランスを破壊すると、さすがの鋭意も自重したんじゃないでしょうか。当時のファンネルって、1個あたりの火力は低かったから、ハマーンみたいに精密射撃できる人じゃないと対して破壊力なさそう。キャプチャーで、ファンネルの数を減らして1個あたりの火力を強化したのは、ハマーンレベルの使い手がいないから、という事情もあると思う。そもそも連邦は1人のエースより100人の物量で押せばええやんみたいなスタイルだから一握りのパイロットしか使えないファンネルとか重要視してないし。ゲームなどで強武器として扱われることが多いから勘違いしてる人多いけど、ファンネルは威力低いからな。たとえアナハイムがファンネル技術を手に入れたとしても、火力重視のダブルゼータにはつまないでしょ。友情努力勝利が最も大切。友情で結ばれた仲間同士が、合体する努力をして、そして受動の気合と根性で勝利する。それこそがダブルゼータガンダムの醍醐味。だからファンネルなどという卑怯技はむしろ否定しなければならない。サイコミュの小型化さえできればいけるだろうね。ダブルゼータのサイコミュデバイスを最新型にしてバックアップシステムのパーツでファンネルコンテナを搭載するか。元の形のままならミサイルランチャーのところをファンネルコンテナにすればいけることはいけるだろうね。ただ武装が増えすぎて機体自体も完全脳波制御じゃないと全乗っけしても手足が追いつかないでしょ。構成でもファンネル系統火器を搭載した連邦モビルスーツは、ワンオフ品ですらほとんど現れなかったんだから、水中用モビルスーツとかと同じようにぶっちゃけ実用性が乏しかったということでファイナルアンサーだと思う。ニュータイプの研究が進んでないからだよ。連邦にアムロくらいしかいないのにゼータで幽閉みたいなことしてたから世の中にニュータイプの実用性が広く認識されてない。向こうが専門の機関作って砲の研究してる時も、研究対象になりそうなカミーユとクワトロが実戦に出てて調査してる暇なんてない。研究にも金もかかるし、敵の一部のマニアックな軍関係者が熱心に開発してたのがサイコミュ兵器積んでただけで。こっち側はサイコミュ兵器どころかニュータイプの研究で2歩も3歩も遅れてるから無理やで。そもそもあんだけ強力なビームサーベルとライフル使ってるし必要ないじゃん。